はい、どうも、アスカラムレです。どうも、チョイです。チョイさん、今日は久々にね、はい、コロナの陽性かかった時に一番最初の頃、はいはい、やってたじゃないですか、実況のやつ。ああ、やってましたね。あれね、久々にこれやることになりました。なるほど。そう、皆さん募集してるんで、ぜひぜひ対戦動画送ってきてください。応募方法はこちらからです。あとで編集で付け足しておくんでね。はい、ということで1本目早速やってみましょう。はい。久しぶりですね。そう、本当に久しぶり。あ、これもスタンダード、エクストラ、電動とか何も言ってないから、はいはい、対戦してる最中に、あ、これスタンダードだなとか、はいはい、これ電動だなとか言いながら対戦を実況していきたいと思います。はい。これ見える？見えます、大丈夫です。これにしとく。はい。なんだこれ、めっちゃ、何これ、何これ、何か映ってるな。何これ、どうなってるの。何これ、どうなってる、どうなってる、鏡これ、え、これ鏡、どういうこと、え、何何、どうなってる、どうなってるこれ。ああ、え、なんだ光の反射かな、光の反射。ああ、これあれだよね、あのコロナ対策で今この何、ああ、はいはいはい、分かった。なんかあの、あのソーシャルディスタンスを保つための、保つためにやってくれてる。え、ない、え、どうなってるの、あれが反射してるんじゃないですかね。あれ、こっち側、右側に人いる。右側にこれ人いる。デッキ2つあるからいますよ、多分いるのか。あ、本当だ、デッキ2つ見えない。ああ、ああ、なるほど、ちょっと、はいはい、優しさでヤジロンだよってやってくれてるのか。手前側なんだ、あれ。左側はね、なんだこれ、ポリゴンか。あ、ポリゴンですね。あ、はいはいはい、なんかポリゴンっぽい。で、バトルコンプレッサー、これバトルコンプレッサーだからエクストラだねって言おうと思ったけど、多分ヤジロンいるからこれ電動です。これ右側人いる、これ。いや、多分デッキのカードが、うん、カードのスリーブが2種類あるんで、多分大丈夫、人がいると思われる。これ何、隠密フードですね。隠密フードって何使う、ポケモン特性を受けなくなるやつですね。あと、なんだこれ、これ硬いお守りですね。ダメージが減るんですか。なんか隠密フードってさ、めちゃくちゃスタンのイメージない？はいはいはい、うん、なんか相手のなんか愛しい特性をまあ破るためのカードですよ。あのなんか、ね、ポイント数して表ならダメージ受けませんよみたいな。あ、そうそうそう、あ、そうだそうだ、あ、これあれか、アップリューワンキルとかを防ぐための隠密フードかな。 あるよね、そのダメ感のセリオみたいな、あれ防げるもんね。なんだなんだ、これはなんだ、トラッシュか、おそらく。これ、あ、分かった、俺も分かりましたよ、左側のデッキ。いや、分かりました。え、まだ全然分かんないです。これ今本当はトラッシュってさ、この右奥じゃないですか、このデッキの下じゃないですか、はいはい、でも、あえてね、はい、わざと左側のこのなんかロストゾーンみたいなところにこの装備カードを置いてるんですよ、はいはいはい、装備カードを、装備カードってことは、ここで察するに電動レギュレーションの左側は、はい、え、電動だよね、もしくはエクストラかもしれない。まだわかんないです、うん、電動かエクストラの道具落としのロトムか、はい、あ、いたじゃん、ロトムみたいな、はいはい、いましたね、あのロトモーターですね、はい、ロトモーターのロトムか、診断のポアルン、はい、あ、はいはい、情報見た、見ました、見ました。なんかこのデデン TV に動画送ろうってなって、はい、診断の情報出たしっつって、なんだっけ、ポアルンデッキを組んでいるのかもしれないね。でもですね、ポアルンはスタジアムなんですよ。え、あれ、あれスタジアムなの、トラッシュのスタジアムの。あ、ごめん、ちょっとこれ恥かいたわ。やべ、ドヤ顔で、これはデデン TV 用にポアルンですって。危ない、嘘、嘘です、嘘、スタジアムでしたね。あ、なるほどね。じゃあここ道具ってことはあれか、なんだっけ、ロトモーターか。あ、そうですね、その可能性ありますね。他になんか装備カード使うデッキあったっけ。まあ、パンプシンとかいますけど、あれは自分の場の装備カード、そうですね、場のカードを、うん、まあ、そのトラッシュに置いて、その分だけダメージが上がるっていう感じですね。ネジギガス、ネジギガス。これはなんだ、レベル X に進化なりそうだな。ネジギガスはこれレベル X になりそうだな。しかもヤジロンが何したっけ、サクリファイスなんちゃらみたいな。あった、あった、サクリファイスだね。はい、レジギガスレベル X は、はい、自分の場のポケモンを1体か2体か3体気絶させて、はいはい、でもさすがに1体かな、はい、サイド3枚取られるのやばいしね、うん、1体気絶させて、トラッシュにあるエネルギーをレジギガス自身につけるみたいな感じですね、はいはい、エネ加速をする代わりに自分のポケモンを、はい、トラッシュするみたいな。お、回収サイクで戻しました、ね、戻しました、めちゃくちゃスムーズに編集してくれてるよ、はい、分かりやすいね、これなら。で、エネ加速ができるけど、代わりになんだっけ、いや、まあ、エネ加速ができるって効果か、はい、で重い技でも使えるよって感じだね。で軽いし、軽石ついてプラタンで、お、だってめっちゃほら、それがこれはめっちゃ好きなのあるじゃん。これはね、ロトモーターですわ。ロトモーターですよね。ほらほら、ちゃんと分けてる、分けてる。ポケモンが見えてないんですよね、全然。ポリゴンしかおらんね。そうですね。でもポリゴンってことはこれさ、俺一瞬あのなんだっけ、あのダウンロードのポリゴン、はいはいはい、サポートカード使えるポリゴンかなって思ったけど、これはあれだね。はい、お、出た出た、ロトモーターですね。うん、エネルギーをつける、え、なんでポリゴン？クレイシーコートが一応
その特殊エネルギー全部つけられるっていう効果になりますけど、でもこのデッキはエネルギー多分入れてないよね。そうですね、左側のデッキね。もしくはポリ2に進化して、進化した時にスタジアムを探するカードを使うか、あマッピング、そうですね、はいはいはい、まあまあちょっとまだわからないです、ね、まだわからない。なんだろうこのポリゴン、ジャイアントボムじゃなくてなんだっけあれ、これは炸裂バルーンだね。炸裂バルーンってなんだっけ、だ60ぐらい飛ばすやつです、ね、威力でかい技が、違うそれはあれだ、ジャイアントボム、ダメージ受けた時に60飛ばして単の割に剥がれるやつ。あそうだそうだそうだ、あのゴツゴツメットのダメージでかい版か、ね、ただし剥がれちゃうみたいな。はい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 、でこれもトラッシュに行ってダメージが上がるってやつね、はい、久々に見たわ、ロトモーターなんかスタンの頃ちょっと流行ってた気がするけど、はい、おーここにも炸裂バルーン、確か9枚でしたっけロトモーター。あそうそう、9枚あるとトラッシュにか、はい、トラッシュに装備カードが9枚あると技の必要なエネルギーが0枚だよ、0枚つか、はいはい、0エネで打てるよみたいな感じだった気がするね、はいはいはい、であとはなんか弱点ついていくみたいな。あそう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 、おー出たレジギガス、レベル X サクリファイスと、ギガブラスター、ギガブラスターの技がね、はい、ちょっとこの動画だとちょっと文字が小さくて見えないんだけど、確かトリシューラみたいな効果だった気がする。トリシューラみたいな遊戯王のなんかなんだっけな、1枚ハンデス、1枚エネ破壊、1枚山札の上からトラッシュみたいな感じだった気がするの。お、ひょいさんありがとうございます、調べてもらってます。さっきの電ドールが出てきました。電ドールはさすがにね、このこういった電動レギュレーションのファンデッキというか、その無理くり回すようなデッキには大体電ドール入ってますからね。お、どうです、レジギガス、サクリファイス。そうですね、山札、相手の山札の上から1枚をトラッシュ、相手の手札から表を見ないで1枚カードをトラッシュ、次のターンギガブラスターを使えませんよ。え、2枚山札と手札だけ。そうですね、トリシューラより弱いね。なんか、なんだっけ、トリシューラの効果に似たやついたじゃん、スタンダード今、ベロリンガか、ベロリンガ、あ、はいはい、あれの方がトリシューラっぽいか、じゃあ、3ゲネだけ、はいはい、これはもう右側はレジギガスできて間違いなさそうですね。そうですね、サクリファイスで自分のポケモンを気絶させてトラッシュの基本エネルギーを2枚つけてダメ感を8個取るよっていうやつを、まあ、ピッピ人形で。そうだね、これはピッピ人形をトラッシュしながらエネ加速するっていうコンボなんだね。で場に特性がいないのでブルーの探索で、ブルーの探索、はい、これ今左側のプレイヤーもさ、え、ちょ待ってそれ使える絶対そうだよ、ね、今ブルーの探索のテキストなんて絶対みんな知ってるのにさ、このタイミングで見るってことは絶対、まあまあ、え、それ特性あれみたいな感じになって今確認してるよ。そうですね、うん、でもまあこれ左側、右側か、右側のプレイヤー特性持ちいないんでね、うんうん、あれポリゴンどこ行った、ポリゴン回収したんか、ああもうポリゴン左側のプレイヤーだった、天然ドールか、ふんふんふん、フーパだ、フーパって何、同じこと言ってフーパって何って言って、これ今しめのやつかな、特性持ってるポケモンにダメージなんだっけ、ダメージが増える、特性持ってるポケモンの数だけダメージが上がるか、特性持ちのポケモンにダメージが入るか、なんか悪の今しめか悪の掟か、悪の今しめですかね。お、それは何だ、相手の場の特性の数かける20ダメージを追加します。これさめちゃくちゃ目立ってるじゃん。じゃあだってこっち全員ロトモーター持ってる、まあ、とはいえ1体につき20ダメージを追加するで、これと10の数なんですね。ああなるほど、5体ぐらいいると110ってことか、はあはあ、まあ、これまで5体ぐらいいそうだけどね。ポリゴンが、一応レジギガス君が弱点が格闘かな、なのでまあ一応ロトム側は弱点はつけないので、ああなるほど、一般はちょっと難しいですかね。ここに来てまさかの150の HP が。おで、これでバトル場のレジギガスレベル X に闘魂の回しがついて、エネルギーが水、鋼、塔がエネルギーがついたと、トラシになったんだ、はい、で、炸裂バルーンの効果で反射ダメージ、60だっけ、そうですね、反射ダメージ飛んじゃうと、ちょっと、うん、やられちゃうかな。いや、まあ、130は大丈夫ですね、まだ120ぐらいだったら出せるやついたもんね。っていうかこれ、わかりやすいな。ちゃんと130、190って書いてくれてる。これでトラッシュにある装備カードが 1,2,3,4,5,6,7,8 枚、まあ、あと1枚、あと1枚ですね。このポリゴンが何するのかめちゃくちゃ気になるな。そうなんですよ、ね、うん、お、ロコン、アローラロコン、これあれじゃない、アローラキューコン GX 入ってそうですね、道具持ってきそうですね、うん、アローラキューコン GX に進化したら山札からグッズ、あれグッズだけだっけ、トレーナーズ、ポケモンのグッズを2枚持ってくれるもんね。なんか一時期いたね、その時のパズル、時のパズルって持ってきて、タイカスプレーって持ってきて、自分は大体あのモモミルク2つ持ってきてました。それあれじゃん、ミルタンクのデッキのやつか。そうですね、懐かしいな、いたわ、確かに使ってたわ、ミルタンク、アローラロコキューコン GX、ゾロワークでモモミルクひたすら持ってくれる。マジか、アローラキューコン使ってわざわざアローラキューコンにモモミルク揃いに行くみたいな。あ、これどっち、ダウンロードかな、でもこのイラストは多分ダウンロード、はい、サポートを手札から捨てるとそのサポートの効果をこいつの効果として使えるみたいな、はい、1ターンに2回サポートが使えるよみたいな、疑似的に ね、これでじゃあもうお互い連動対戦です。これはお互い連動でしたね、確かに左側ちょっとエクストラかなって思ったところもあったけど、逆に左側のデッキさ、ポリゴン以外全部エクストラでも組めそうだね。そうですね、うん、で
もしあのこの左側のデッキ見て組みたいよって思ったけど、でも電動か、うん、ポリゴン2手に入んないなってなったら、ここあのコイルと磁場コイルでもいいかもしれない。はいはい、そうですね、不思議な目だけど、なんだっけ、ダブルブレイン、そうダブルブレイン、はい、ダブルブレイン、そうそう、サポートカード2ターン、1ターンに2枚サポートカード使えるよってやつだね。よく覚えてたな。昔飛鳥さん使ってましたね、ダブルブレイン。あ、使ってたっけ。あ、使ってた使ってた、ダブルブレイン、なんか磁場コイルだったっけな。そうだ、磁場コイルのデッキ使ってたわ。使ってましたね、うん、あのデッキ最強だって言って使ってました、やってたやつ。6枚もドローできるし、あのズガドン GX の前世だとか言ってね。お、なんだろう、ブロワーか。あ、これ今さ、めちゃくちゃいい状況だったのに俺ら触れることなくさ、はい、ブロワーで割られちゃったんだけど、はい、今このレジギガスレベル X に闘魂の回しがついてたのよ、はい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 、これ俺ら今触れるべきだったね、動画的には。あのレジギガスが種ポケモンであると、はい、でレジギガスレベル X は下のポケモン、そのレジギガスが種ポケモンだから、はい、あの闘魂の回しとかも引き継いでるんだよ、はい、あの闘魂の回しちょっとテキストを入れると、種ポケモンについてると HP が40増えるし、攻撃力プラス10されるよっていうテキストなんだけど、レベル X って下のやつこれ引き継いでるんで、このレジギガスレベル X はこれ種ポケモンだよってことです。そうですね、まあ、これちょっと分かりづらいんで今触れておいてよかったかな。ブロワーで破壊されてから説明入れるっていう。さあ、ロトムヒートロトムが出てきましたね。うん、ヒートロトムにもこれ闘魂の回し、みんな闘魂の回し大好きだな。こいつ何できたっけ、ヒートロトム。全然覚えてない。チョイさんが調べてくれてる。ヒートブラスト80、うん、80以上。おお、なるほど。ちなみにカットの方は60、うん、特殊エネルギーをトラッシュします。刺さってないな。まあ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 90なんで、うん、あとちょっとですね。レジギガス倒された、さっきのブロワーも含めて。でフーパがなんだっけ、特性持ってる数だけ攻撃力が上がるで、はい、今特性が2匹かな、弱えな、まあ、ロトモタブがね、うん、これに使って、うん、なんか昔さ、はい、ロトムデッキ、ロトムデッキっていうかロトムがさ、スタンダードで活躍してた時期あったよね、はい、ありましたね。なんかレシリザをワンパンで倒せるフロストロトムだったり、うん、それぐらいかな。あと逃げるがゼロのスピンロトムがなんかが使われてたような気がするな、うん、今でもスタンで使えるんかな。じゃあ B だわ。スタンでは使えない、ね、スタンでは使えない。ダメです、このデッキ作りたかったらエクストラでよろしくお願いします。あ、次ポアルが出るんで、それこそ、あ、そうか、ポアル使ってねって、これと同じギミック、今度はポアルができるかもしれないからね、はい、まあ今のところできるよね、ポリゴン、あ、ポリゴンっていうかポアルでもね、できるっちゃできますけど、うん、スタジアムを8枚だと落とさないといけないんで結構大変かもしれない。厳しいかな。バトルコンプレッサーでなんかゴリゴリ落としてもいい気がするけど、そうですね、そもそも何そんな積むんだみたいな感じになりますよね。確かに。てかそもそもポアルのテキスト覚えてないけどね。まだ出てないカードなんで。まだ出てなかったっけ。あれ次 の4月発売のスターに入ってるカードですね。結構先でした。危ない危ない。もうこちらは倉庫行ってるうちにネンドール2体、ネンドール2体できたらもう勝つだろ、右側。、うん、ネンドール2体はやばい。あ、でもアタッカーがまだ揃ってないですからね、こっち、うん、フーパーね。今さ、粘土で思い出した、あのね、最近、まあ、割と電動もエクセラもスタンダードも結構どれもね、いい感じに遊んでるんですけど、粘土、はいはい、が、はい、そのスタンダードで連撃ウラス出たせいで、粘土大体1回しか使えん、コスモパワー最近マジで。2回目できんわ、はい、なんかその連撃ウラスでポンポンって飛ばされたり、はい、引っ張られて、もう最近ね、そのネンドールでの初見殺しも聞けなくなってきましたね、はいはい、お、ネンドール知ってる知ってる、殺すわみたいな。簡単にやられる、まあ、やっぱりユクシーなんですよ。いや、ね、お、最近思ってる、ちょっと、あ、ユクシーかな。あのサポートを攻撃に使いたいのであれば、うん、ネンドールでいいと思います。あ、ドロスをネンドールに回すみたいな、うんうんうん、でもそのサポートを別に攻撃に回すとかじゃなくてデッキ回すためなのであれば、あのユクシーでいいと思いますね。じゃあでも本当にもうなんか そのそれこそさ、忍者ごっことかさ、はい、あのボスとかグズマとか、あの何、あと何がある、リミック、あ、今日の罠とか、なんかデッキの回すときにこのカードを使いたい、でもサポートなんだよなって時は大体ネンドール。そうですね、それはこっちの勝ちですね。ネンドールで安定して手札を補充して、うん、その他のサポート周り、その攻撃力上げるだとか、うん、毒にするだとか、引っ張り出すだとか、山札のポケモンと入れ替えるだとか、そういった感じの効果を使いたい時はネンドールかなってやっぱ思うね。そうですね、にしても連撃ウラスめちゃきつい、うん、2匹飛ばされるもん。制限カードよこちらは。2枚ないよ最大で。電気裏でポンポン飛ばされてしまうよな。スレッジハンマーが出てきましたね。お、スレッジハンマー出てきましたね。スレッジハンマーとフーパーが入ってるんだけど、もうこれ右側のデッキレジギガスだったこと忘れてるよ、俺ら。最初ね、お、レジギガスデッキやんって思ったけど、もう忘れてったよ。何デッキかなって。フーパーとスレッジハンマーのデッキだ。
とはいえロトム側も HP 高いよポケモンはほとんどいないはずなんで、あ確かに90とか70とか単純にサイドを1枚ずつ取るようなゲームになりそうかな、うんうん、いやここでどうしよう急に出てくるとかGX ポケモンとか EX ポケモン、ね、今特性が2ついるので40プラス10で50ダメージでターン渡した感じですね。なるほどフーパがこの盤面だっていうか電動レギュレーションにおけるフーパがそんな強くないな。じゃあその特性持ちが少ないっていう意味でまあまあそうですね、うん、逆に相手次第ですけどね何とも言えないですね。まあまあそれこそねフォレスタンのデッキそのままですみたいなあの無限ダイナみたいなデッキに対してはめちゃくちゃ刺さりそうだけど、ねうん、特性めっちゃ多いし。あ診断のあれどうだった、あのガラルサンダー V サンダー V ですか。そうそうあれどうかな今特性の話から判断してあの飛んできたけどいいんじゃないですかそんなになんかあれも汎用性高いそのねエネルギー減るのは全然いいんだけどさ、うん、その遠いね1必要としてるじゃん、うん、それどうなのかなみたいなって思うね、まあ相手依存なんでね。そうそう1エネで打てるわけではないじゃん、うん、相手がいっぱい展開してたら1エネで打てるってだけでね、うんうん、でそれも塔タイプの色だから色持ってるから、うん、厳しいかなっては思ったけど今これは粘土色かなんかサーチしてるか、うん、あブルーの探索だね。サイレントラボとフィールドフロアさあロトモーターが消えますねこれ。消えるとはあ特性が消えるんか、はい、あそっかそっかあのポケモンの特性消えますねこれ。本当だ俺は一気に勝つんじゃない右側でもさフロアでご丁寧にご丁寧にあこれで HP も減るしうんうんレジギガスがちょっと技を覚えてないんだけど、はいはい、確かスタジアムトラッシュする効果だった気がするんだよね。大丈夫かな。なんかレジギガスの技がねジャイアントスタンプ180で威力がねで下のやつですね。あそうそうそう普通のレジギガスの方が確かジャイアントスタンプで5エネか4エネで威力180ぐらいで自分の場のスタジアムをトラッシュするみたいなテキストだった気がするけど、はいはい、サイレントラボはそんなに長続きするんかな。さっき出てたレジギガスってそれでしたっけ。あ、違うレジギガスだった。ヘビーインパクトみたいなイラスト、あ、イラストあんまり覚えてないですけど、うん、あ、本当だ本当だ、ジャイアントスタンプとは違うレジギガスか。なるほど、だったら大丈夫なのかな。むしろ、うん、あのサイレントラボ意識してこっちのレジギガスにした説あるね、うんうん、イニシエの封印の方ではなかったか。確かに確かに。だったら大丈夫かな、まあ、イニシエの封印はどうせあのレベルアップしたら消えるんでまあ確かにそうお、張り替えられたぞ。これはスカイアローブリッジ、はい、逃げ寝が1個減る。種ポケモンの逃げ寝が1個減るってことですね。これでロトマタ復活ですね。ロトマタ復活ですね。さあどうするのか。このポリゴン2には軽石がついているので逃げれる。で残り HP40 でしょフーパーが、まあ、倒せるじゃん誰でも。そうですね、うん、しかもみんな0稲で技打てるしね。サイドどうなってる。4とこっちは12345か。これ右側優勢なのか右側優勢なのか。 なんともですね、うん、お互いにやられてサイド2枚以上取られるポケモンが今いないので、うんうん、まだなんともですね。ペース握りやすいで言ったら、あでも、まあ、ルザミーネでグズマ回収しようとしてるわ。ルザミーネ使ってるわ。え、ここの回収先次第にはなると思うけど、グズマはテンポ取れるんじゃないですかね。粘土ル潰すでしょ。あ、先輩と後輩強いね、うんうんうん、この2枚強いですね。このターン40は確実に入ると。誰でも一応倒せますね。誰でも倒せるね。でサポートはもうルザミンで使ってるんでベンチの粘土で潰すことはできない。いやポリツー使いましたって。あ使ってないわ。確かにポリツーできるわ、はい、おー何それ。あーロックガード、ロックガードですね。ロックガードにエーススペック咲くのえ本当おしゃんな構築してるってこと。おしゃんティーですねこれは。おそしてグズマ出た出た、はいはい、これは誰だ。スレッジハンマーかな。スレッジハンマー君ですね。あそうですね、一番打点出そうなスレッジハンマーです。弱点です。おー、弱点じゃないの。弱点普通に食らうのか。普通に食らうのか、はいはい、え、じゃあ倒せなかったってこと。そうですね、あ、エネ破壊をしたかったってことか。あ、エネついたわ。カットロトムで特殊エネルギーを破壊できるので、あ、でもウルトラビーストのエネルギーがつきましたね。ついちゃったね。粘土を倒したいかなって思ったけど、どうなんでしょうか。粘土をフラドル。あー、孤立が孤立はダメだ。ポリツ落とされたらもう絶望するよこいつ。ポイント3だぞポイント3ポイント落とされたらきついな。辛い。しかも抜群で、あでもまあ一応前のターンで先輩後輩を確保してるんで、まあ、確かに使うのものは使える。ケアはできません、ね、終わったポリツで。こっちがサイドを取ったのか。まだ取ってない。サイドが取ってない。ロコン出す。ロコンはまあ道しるべ使えるからいいのかな。うん、あサイドは取ってんだか。もうサイドは取ってる。4、3か。シルブ使ってる余裕あるかな。
先輩と後輩、まあ、ないんだろうな。こっから道しるべっていうよりも一匹ずつも倒すターン入っちゃってるもんね。そうですね。お互いにポン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 一枚ずつ取るタイミングだわ。で持ってくるカードは見せなくていいんだっけ、先輩と後輩。先輩後輩見せなくていいです。何でも好きなカードなんで。オッケーオッケーオッケー。まあここで軽石、おお、キューコン、キューコン、あ、キューコン頭いいな。はい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 、はい。キューコンってなんだっけ、トラッシュの装備カードじゃない、グッズかな、いや装備カードだった気がする。トラッシュのポケモンの道具の数かけるうんぬんかんぬんみたいな感じじゃなかったかな。確かにそいつの存在めちゃくちゃ忘れてたわ。なんかね、道しるべするのかなとか。チリ吹雪、あ、それそれそれ。自分のトラッシュにある道具の枚数かける10ダメージ、10か。まあロコン、ロコンじゃねえわ。その代わり技エネ0です。あ、オッケーオッケー。まあ同じようなことってことだよね。あのロトムが9枚で技がタダで使えるってことだから、まあ9枚は確定してるんだけど、まあどんだけ出るんだろうな。完全に俺らさ、アローラ急行に GX だと思っとった当時のノリで。そっか、今は13枚かな。130プラス10140。おお、これあれだね、左側は弱点ついてその行くバレットタイプのデッキだね。ゼロエネバレットみたいな。なるほど、アローラ急行でフェアリーの弱点もつける。でフェアリーのロトムはいないもんね、うん、草のロトム、水のロトム、電気、エスパー、まあいろいろあるよみたいな感じ。ってなるとせっかくだから弱点つきたいところだが、フーパーの弱点はどこだ。フーパーはなんだろう、塔とかかな。フェアリーか、フェアリーだったらあれだな、ロミシも HP40 しかないんで、もうあ、まあ、確かに関係ねえか。で粘土の弱点は草でしょ。マッシブーンは蝶かな。フーパー君は格闘ですね。フーパー格闘か、格闘のロトマいないんだよな。まあまあ、とはいえ40だな、まあ、っていうかさ、あれだね、この動画さ、左側も左側でさ、もっと大型の敵をさ意識してこのバレット系の敵組んでると思ったけど、まさかの右側のレジギガスっていう何が起こるかわからんでせハイパーボールで切って何かを加えている。うん、何を使っているのかちょっと見てなかったけど、こっから持ってるのがアタッカーか。アタッカーなんだ、レジギガスもう出てきてなくて、さすがにレジギガス出したよね。とはいえエネルギーが重すぎるんで、なんか何らかの準備をしないと。あいつ何や、3エネか4エネぐらいだっけ。ジャイアントさんじゃないの、方がなんか3か4ぐらいですね。あ、だよね、無色と水と塔と鋼みたいな感じだよね。下のやつはもっとエネルギーいやー、レジギガスさんな、スロースターターで、スロースターじゃない、サクリファイスか、サクリファイスでエネルギー加速してくれてるのはいいけど、技がそもそも重い。ギガブラスターはまあ4エネですね、4エネかかるので、うん今さ、4エネだったら溶接工で炎炎で手張りで無色無色でいいんじゃねえと思ったけどさ、色の指定あったわそいつやば水と塔と鋼と無か。そうですね、厳しい。こっから出せるのか、出せるのか今から。お、ギカース出た、レジギガス。これ何、え、何これ、コロコロコミックのレジギガスだ。俺知らないこのレジギガス。コロコロ1番かな、なんかブチかますとレジボンバーっていう技だ。これいつのだろう、サムーンか。5N180 出ますよ。5N180、それいつの時代、ソードシールド、クロノシーですね、ソードシールド。ソードシールドいるんだ、今のスタンで使える。2019年だから、あ、サムーンか、使わかんないですけど、まあでも今のスタンで使えるってやつだね。そうですね。で、刺激的なんだ。技は何ですか、 4N？ 5N？ 5N？うん、5エネで180。5エネ180。ああ、まあまあまあ。HP が 180？ 150ですね。150か。ってことは、投稿のまして190。うん、レベル X になると ?HP なんだっけ？レベル X。150。一緒？レベル X の HP。150。まあまあまあ、じゃあいいか。レベル X になってさ、うん、HP 減るパターンあるじゃん。ありますね。そうする、あのさ、不意に減るやつさ、プレイヤーも忘れてるじゃん。よく死ぬんだよ。レベルアップしまーすって言って、レベルアップしたら実は HP 減ってて、気絶してたのに忘れてて、忘れててつか気づかずに、なんか普通に技打ったり、特性使っちゃったりするやつね。あるんだよ。このレジギガスは同じだから、まあそういった問題はなさそうだな。お、なんだ、フーパーで？フーパーで普通にアローラ球根を撃破か？違ったわ。なんだ？お互いに入れ替わってるからグズマかな。さっきチラッとグッズ使ってるの見ましたね。なんだろう、穴抜けの紐か。じゃあ
ちょっと見てなかったけど、マッシュブーンが前に出てきて、スレッジハンマーで、これってさ、サイドの枚数が4枚ピッタだったとき、もしくは3枚だったとき、火力が上がるみたいなやつじゃね。そうですね。サイド何枚だっけ ?3 か ?4 か。スレッジハンマーは、相手のサイドの枚数が4枚だったら、まあ、90ダメージ追加する、120ダメージ出るよっていう技です。オッケーオッケー、今、それで4枚だから大丈夫ってことね。じゃあ、しばらくはこのスレッジハンマーは1エネ120、いや、追加か。120。しばらくこのスレッジハンマー1エネ120で強そうだな。で、ロトムが、エスパータイプのロトム。弱点つけるけど、こいつはそもそも120の火力出た気がするぞ、このロトム。120かな。ロトム。エレキなんちゃらかな。でもこれでサイドも枚数1枚取っちゃったから、マチブーンはもう今後出てきたとしても、スレッジハンマーは使えない。そうですね。まあ、ルジギガスで自分のポケモンを潰して、サイド取らせて、スレッジハンマーとかで火力を上げるっていう構築なんですかね、多分。ああ、なるほど、なるほど。その序盤のサイド6枚とか4、6枚とか5枚の時は、自分のポケモンをトラッシュすることによって、相手のサイドもずらせるよと。そうですね。で、スレッジハンマーで火力が出せるよって感じか。はいはいはい、うんうんうん。これ右側のレジギガスのデッキは相当このちっちゃい電動にフォーカスしたというか、相手がねちょこまかしたデッキだったらこの右側めちゃくちゃ強そうだね。そうですね、あの目つきましたね、これサクリファイス。サクリファイス誰だ、ピッピか、ピッピを潰したんか、リーリーのリーリーのピッピか、ちょっと見えてないけど、リーリーのピッピを多分気絶させたことでしょう、サイド取ってないし、うんうん、で手札から遠エネルギーが必要だし、なんなら無色エネルギーも必要だけど大丈夫かな。カウンターエネルギーでもいけますね、多分サイド2なので。 あそっかそっか、相手が3だからそれは考えてなかったわ。確かにいけるっちゃいけますね。カウンターエネルギーもあんの。あ、じゃあ黒帯もいけるじゃん、遠エネ1個減らせるから。遠エネ1個減らせる黒帯、まさかここで使えるようになると思わなかったけど、入ってるかどうかわからんけどね。カウンターに、お、先輩と後輩、はいはい、持ってきそう、持ってきそう。黒帯かカウンター、カウンターエネルギーも持ってこれるもんね。持ってこれますね、何でも持ってこれるもんね。って考えたら先輩と後輩優秀じゃね。ダブル無色エネルギーとか持ってこれるじゃん、使わないけどね、そうですね。あ、だから当時スタンだった頃夜の更新に入ってたんか。今さらみたいな。まあ、戦闘のポケモンがやられやすいポケモンだと使いやすいですからね、うんうん、使いやすいね。あ、使いやすいね、そうやって考えたら。うん、2枚持ってきた。粘土より未だに2匹生きてるのもすげえけどな、うん。まあ、これ狙ってる暇ないんだろうな。エネルギーついてるポケモンが続々出てきたらね、うん、これビーストエネルギーなんだって思ったけど、ロストゾーンか。そうですね、うん、お、ダブル無色がついた。でも遠エネルギーが足りない。これは黒帯か、うん、ついてますね。先輩と後輩で持ってきたのにダブル無色エネルギーが確定っぽいな、うん、下の技も使える。下の技これなんか、うん、フーパもなんとかして処理したいですね。フーパくんがですね、今40じゃないですか。あ、そっか、そっか。ウォッシュロトムかフロストロトムかどっちか忘れたんですけど、ベンチ狙撃ができるやついるんですよ。あ、いたわ。50飛ばせるので。あ、そうなの。そうですね、これそのままにしておくと危ないかもしれないですね。確かにフーパがいる限り再度ここでフーパも取られます。前のレジギガスも取られませんと一気に再度差詰めれるもんね、うんうん、お、なんだこれは、なんだこれは、レスキュータンカーか、なんかでデッキに戻すのかな。あー、本当だ、カード2枚見えた段階でレスキュータンカーっていうのも相当あれだけど。なんだ、いきなりカードのポケモンの謎が2枚出てきたぞ。レスキュータンカーか、山札に戻す。フーパがあと残り40、ネンドルネンドルと。さあここからサイド差は、サイドで的には右側、そっか勝ってるじゃん、残り2枚だよ。2枚ですね。じゃあ黒帯使えねえ。あ、本当だ、そうですね、本当は使えねえよ。黒帯は使えません。以上、こいつ技打てねえじゃん。あ、普通にターンワイ、おいい。ここ今絶対攻めるべきだったんだろう。60乗ったよ。これぶちかますってこと、ぶちかますしてたんか。あと1円あれば下の技が使えたんですけどね。うわー、ここもったいないな。逆にレジギガスサクリファイスでさ、はい、あ、ダメだ、関係ない。他のポケモントラッシュしてたらサイド差ついてたよって言おうと思ったけど、それでも2-2になっちゃう。そうですね、2-2になっちゃう。ダメか、ここのぶちかますわ。デテンデとか出して、さよならって言って。ああ、なるほどね。あ、でもそれちょっと面白そうかも、うん、あえてサイドを2枚ずらすために GX ポケモンを採用するんだ、うん、デテンデでもシェイミでもいいけどさ。いやー、NA でボンバした方がいいと思いますよ、それ。確かに NA でボンバの方がいいわ。最近エクスラの人たちめちゃくちゃ NA でボンバ使ってない。あ、なんかめちゃくちゃ高くなってる。そうですね。なんかさ、ミロカルスがいた時は全然そんな誰も見向きもしなかったのにさ、いざミロカルスがエクスラから禁止になった瞬間、みんなあの丸前に使いやがってさ、急に
丸前もびっくりしてるよ。あいつ調子乗るよ。あれもしかして今俺強いっすかみたいな。お前ミロカラスの穴埋めてるだけだから調子乗んなよってなるもん。急にね評価され始めて、しかもミロカラスが高いし。お、こっち側は道具の枚数数える。めっちゃあるやん。こんなにトラッシュする必要あるって思ったけど、キューコンがいるのか。キューコンね、火力が上がるのでやばくない。15枚あればやばくない。キューコンでワンパンできますね。やばくない。でもさ、15枚でしょ、はい、これで150でしょ、うん、え、絶対さ、チョイさん今見ながらさ、これで150使えちゃう。いやいやいや、そんなことないだ。だって次元弾見てたら、あ、でも言うて次元弾も俺かける20か。そうですか。あー、そんな倍率変わらんのか。倍率変わってる。倍率は全然、倍率は2倍変わります。2倍変わってるんで。あ、かける10か。こっちはそうですね、エネルギーなしで売ってるんで。まあ確かにな、エネルギーにワークス開かなくていいし、安定はしてるのか。そうですね。あとなんかベンチにそのなんていうんでしょう、そのデデネとかクロバットとかその2枚以上取られるそのサポートの獣を入れてないので、サイドレース的には次元弾よりも結構有利なんじゃないですかね。確かに確かに、サイドレースはめちゃくちゃ、このデッキはね、あのデッキ絶対デデネ出すので。確かにデデネ捨てるのもむしろ強いんで、ね、こっちサイドがさっき3枚だったけど、どうなってるサイド、まあ、どうなってる。これ22じゃないですかね今。これで22か、おそらくレシギガス倒してる。ちょっと画面外になってるけど、ここにも22だと。あと2匹か。これはなんだなんだ、これは忍者ごっこか。あれか、わかった。この動きはあれじゃない、スクランブルスイッチか。ベンチにいたレジギガスがいきなりスーって出てきたけど、いや、ちげえ、ダメ感が引き継いでるから忍者ごっこだ。これ今忍者ごっこで、バトル場のフーパー、今フーパーだったよね、ここで。フーパーでしたね。フーパーがレジギガスにスーってなった感じかな。それぐらいか。お、あ、出てきた、リフレインのジラーチ出てきた。電動レギュレーションといったらおなじみのリフレインのジラーチですね。自分のこの番使ったサポートをもう一回使えるっていう技としてだけど、めちゃくちゃ強いね、ゼロエネで。おすすめはカイリュウです。カイリュウ、カイリュウです。何がカイリュウ。前のターンにあえてポケモンを倒させて、うん、こいつを出して、うん、渡るを使って、あ、そういうことか。海流 CX が2体飛んできて、それさ、わかるわかる、前やってたね、それ、はい、それさ、それが一番楽しい使い方です。あの頃ってまだデデン TV やってなかったじゃん、多分。やってなかったですね。あの動画撮ったことないもんね。俺チョイさんに衝撃受けたデッキのうちの一つだよ、あれ。あれはなんかドラゴン4体並べて遊びたくてやりました。そうそうそう。え、あの動画さ、久々に撮りたくない。持ってきて持ってきて、撮るわ。ジラーチめっちゃ並べてね。これジラーチがやられたんで山札から好きなカード、あ、そうそう、最後の願いっていうポケパワーがあって、このポケモンが気絶されたら、気絶したらか、山札から好きなカード1枚持ってくるよっていうこのポケパワーなんだけど、それでなんだっけ、トリプル加速じゃない、超ブーストエネルギー、超ブーストか、超ブーストエネルギーも持ってこれるし、渡るプリズムスターも持ってくれるし、まあ、とりあえず山札からピンポイントか、ピンポイントで持ってこれるんだよね。で、ベンチにいた他のジラーチを前に出して、まあ、このターン使ったサポート2回使えるよって状態にしといて、渡る使ってベンチに2匹出して、でこのターン使ったの渡るプリズムさんなんでもう1回使うねみたいな感じで2匹目ね、うん、あのデッキ今ならもう一度動画化したい。うん、いや、やりたいわ。お、パラレルシティだ。どっち向き、自分の方にパラレル上。おお、今何が言ったんだ、そこフーパーか。え、何言ったっけ、ここ、ジラーチ。あ、ジラーチか。ジラーチなくなっちゃったよな。え、ジラーチなくなっちゃっていいんすか。使うんじゃないの、使わないの。パラレルで、パラレルも向きが変わると効果違うからね。そうですね、炎、水、草の火力が減る。あ、そういうこと。これ左側のプレイヤーの水のロトムと草のロトムと炎のロトムの攻撃力削ぐってこと。おそらく。本当にそんな、マジそんなテクニカルな動きしてくる、これパラレルして。とはいえ、もう、あ、終わった。はい、ドロップにグッズが15枚以上あるので、むしろ火力サイド取ってって感じ。ネジギガス君もワンパンですね。うんうん、スカイフィールド逃げコースが1個減るよ、種ポケモンの逃げコースが1個減るよってことなんで。スカイアローブリッジ。あれ今何つった。スカイフィールド、スカイフィールド。危ない危ない。それで逃げコースが1個減るよってことで、キューコンは逃げコースは減らないと、進化ポケモンだから減らない。さて左側のプレイヤーがここからどうやって攻めるんか。サイドは残り2枚のはず。右側のプレイヤーも残り2枚。お、トレーナーコスト、まだ山札あるんだ。何をするんだ。お、プラダリだ。ここ何を潰すんだ。レジギガスじゃないのか。レジギガス倒したいところではあるぞ、エネルギーいっぱいついてるから。うん、これ右側のデッキもさ、そのサクリファイスってエネルギー加速の効果だけじゃないのよ実は、はい、自身に乗ってるダメ感も回復するんだけどさ、はい、
もう今のインフレがすごすぎてこの回復効果全然使われてないエネ加速の効果しか見られてない。150はまあ、このレジギガスもっと体力あったら変わってたかもしれないね。今だったらなんか V に3エネ溜まったら180ぐらい出ますからね。おっと思いきやレジギガス側に多分回ってきたぞ。残り HP30 でこれは回復する効果使えるんじゃない。サクリファイスしないか。もうエネルギー4枚溜まってるしな。ピッピ人形が出せれば、ピッピ人形が出せればタダで回復ができる。タダで回復ができるがエネルギーが3個つけ、これ強制効果かな。このレジギガスのサクリファイスもし強制ならばエネルギーなんかしないけど3個つけちゃう。ここでブルーの探索山札から2枚持ってこれるよってことなんだけど、何持ってくるんだこの状態で。これバトルサーチャーというのか、もう手札減らせるし、こっちは粘土ルあるし、うん、N は強い。あ、そうそう、 N めっちゃ強いよね。粘土ルの粘土ルがいるときで、うんうん、はいはい、破れかぶれもめっちゃ強かった。ロックドリルダイブ、そう、ロックドリルダイブのできるね。あのリンク貼っとくのでもしよかったら見ていってください。あのロックドリルダイブのあれはなんだ、プテラか、プテラです、プテラのメガプテラ EX。 そう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 、あれも粘土ルと破れかぶれのカードいっぱい入れてたデッキだった。相手だけ手札ぐちゃぐちゃにして自分は粘土ルでいっぱい引く。こっちはこっちで N がそれの役割を担ってるのかな。お、技を打って気絶と。これレジギガス倒す方法なかったんかな他に。あ、おおお、ハイパーボールとヤマフラのトップがレジギガスによってトラッシュ、うん、で残りサイドが1枚。これはロットオム、ロットオムが残り3時は倒せるもんな。でこっちはサイドは残り2だよね。まださっきから倒してないよね。倒してないよ、うん、30与えて、ここはでもこっちはもう残りサイド1枚だからレジギガスは絶対倒すとして、左側のデッキはだってこれエネルギーついてるから。で次出てくるのはフーパかカプコキボでしょ。アタッカーとしては火力出ないでしょ、そんなロトム落とすほどの。ロトムの HP どんくらいだったか分かってないけど、うん、ロトムの HP は確か90かな。で、あいつがなんだっけ、フーパの技が特性を持ってるポケモン1体につき20火力が上がるので、うん、倒せないでしょ。あ、死んだ。あ、待って、あいつの HP 残り何だったっけ。あ、回転飛行で死んだんだけど、マジで見てなかった俺。これさ、誰も倒せなくねって思ってたらさ、まさかの回転飛行でやられたわ。ロトムの HP 見てなかった、残り何だったんだろう。あいつ20で殺されるラインだったってことか。でしょうね、うん、見てなかったでしょ。見てなかった。完全に忘れとったよね、回転飛行。いや、ありがとうございました。ということでこんな感じの試合です。なるほど、弱点をつきまくるロトムバレットのデッキ、うん、まあ、しかもフェアリーの弱点がつけるようになったのでね、うん、あのアローラ球根入れることによって、と右側はレジギガスのデッキということで、まあ、左側のデッキはたまたま相手が非 GX、まあ、今で言ったらルール持ちじゃないポケモンだったからちょっと刺さりが悪かったけど、これは普通に戦えそうですね、うん、右側のレジギガスは戦えそうかどうかって言ったらめちゃくちゃ難しいけど愛は感じたわ。ということで、いいねと思ったら高評価、悪いね普通にと思ったら低評価よろしくお願いします。でこんな感じで実況動画撮るので、もしよかったら下の概要欄の方から見て動画の方を送ってってください。そしたら勝手にこうやってチョキさんとかと一緒に実況入れていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、またね。おい、バイバイ。